こんにちは、ガーデナーの小林真理子です。横浜イングリッシュガーデンには1100種類のバラがあるんですが、今はもう約1000種類ほどのバラが咲いてきています。こちらは、黄昏というバラと山帽子になります。山帽子の木にこのつるバラをはわせて、このように景観を作っています。こちらのバラも、マロニエの木にこのように絡ませています。バラの名前はラジュレというバラですが、マカロンを作っている会社とコラボレーションしたバラです。こちらはローズ&シュラブガーデンです。オレンジ色のバラと紫色の下草を合わせている場所です。そしてこちらは、スパークリーというバラですが、このように木に這わせています。とてもオレンジの綺麗な色なので目を引くようなバラです。こちらの全長約50メートルのローズトンネルですが、今2割ほど咲いてきています。今週末から来週にかけて、すごい見頃になると思います。こちらのローズトンネルは、遠くから全体を見るのもとても素敵ですし、一つ一つのバラの香りを嗅ぎながらじっくり見るのもとっても素敵です。